駒沢大学附属岩見沢高等学校は、かつて、北海道岩見沢市緑ヶ丘5丁目102番地に存在した、私立高等学校。略称は、駒田岩見沢、区間で、北海道岩見沢市では、唯一の私立高等学校であった。その名の通り、駒沢大学の附属校であった。同じ岩見沢市には、かつて、岩見沢駒沢短期大学があったが、 こちらは1989年に廃止されている。なお、同校の跡地は、駒沢看護専門学校に転用されている。また、同じ北海道口には、同じ駒沢大学附属校である、駒沢大学附属とま駒ま高等学校が存在する。2010年10月8日、駒沢大学は、記者会見を行い、生徒数減少を理由とする2012年度からの、 生徒募集停止を発表。その後、2014年3月をもって閉校した。野球部は、春夏合わせて12回行支援に出場した。最高成績は1993年春のベスト4である。1978年より指揮を取る佐々木、刑事監督のもと、守りの野球をしようにも、素質のある選手が集まらないと、打力重視のチームとなり、 ヒグマ打線という意味を持つほどの競合になった。平行までに春に8回、夏に4回、秋に3回、全国出場。1993年の春65回大会では、4強入りした。夏の予選においては、南北海道大会に参加していたが、2007年度より、同行や連支部の区分け変更に伴い来た、北海道大会へ移ることになり、その初年度の夏に、 駒大コ小イとのアウェック出場が決まった。両校とも系列が同じであるためユニフォームも基本デザインが同じであるが、岩見沢がグレー、コ小イが白をベースにしたユニフォームである。また、帽子のマークはコ小イは K であるが、岩見沢は駒沢であった。なお、1992年以前はコ小イと同じ K であったが、岩見沢の伝統を受け継ぐ意味も込め、 攻撃時に被るヘルメットのマークを駒沢に変えていた。ありがとうございます。